次に22番山本孝議員。山本議員。はい、それでは区別議会公明党の山本孝司でございます。一問一答方式でさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。最近のこの風水害の対策について、まず冒頭にお尋ねをさせていただきたいと思います。この1項目目として、マイタイムラインの普及をというテーマで、問いかけをいたしますが、マイタイムラインとタイムラインとの違いで、日本全国、このタイムラインを構築するという考え方は、もう通常、当たり前のようになってます。で、一方、マイタイムラインはこれからかなというところで。でここ最近の特に風水害の災害におけるそういった被害状況を鑑みますと、やはりこのマイタイムラインの考え方っていうのは大事かなというふうに思ってます。でここに入る前に、平成30年7月20日付に総務委員会から防災の日を制定するようにということで、提言がなされております。でその後2年2ヶ月を経過する中で、一向に、総務委員会にもご報告もなければ、個人的にもお尋ねしても、やりますやりますとは言いつついつやるんだっていうような状況になってまして、私もね17年間議員をやってまして、でこういった公の場で議会軽視という言葉を今まで使ったことはないです。だけど今回はね、つくづくそのように思いました。ですので、まずここから、どのように受け止めていらっしゃるのか確認したいなと思いますので、よろしくお願いします。北川防災担当参事。はい、失礼いたします。議員の方からですね、防災の日の、制定につきましてご質問いただきました。少し経過等も含めてですね、ご説明をさせていただきたいと思います。防災の日につきましては、先ほど議員が言われましたように、平成30年7月に、地域防災をテーマに開催されました、議会報告会の意見交換会で出された課題として、市議会総務企画委員会より、地域防災対策への提言として3項目の提言をいただきました。そのうちの一つに、市民啓発として、防災の日の、設定をですね、検討することという内容でございました。以後研究を重ねながらですね、設定を前提に検討を続けてまいりました。大変ですね、遅れておりますことをお詫び申し上げたいと思います。そこで防災の日をですね、今後なんですけれども、毎年10月第4日曜日の制定に向け、進めてまいりたいと考えております。なおですね、松阪市地域防災計画には、日頃から防災について家族で話し合うことなど、市民の取り組みの重要性を示しています。市民総ぐるみで市と一体となって、災害に打ち勝つ力を育むためにも、今年度の松阪市防災会議に諮り、毎年改定いたします。松阪市地域防災計画に位置づけたいと考えております。以上でございます。山本議員。はい、わかりました。毎年10月の第4日曜日ということですね。そもそも論として、このやっぱり自助という世界がなかなか、担当部局が地域に入る中で、自助がなかなか進捗をしないと。で一方、市長は市長であちらこちら行かれる中で、そういった市長からの嘆きの声もあったということもある中で、議会報告会の中で意見交換会を設定をして、地域防災についてということで実際意見交換をしたところ、やはりなかなか事情が進捗してないということから、こういった防災の日を制定すべきだというふうな提言につながったということですので、ちなみに毎年10月第4日曜日、これ本年に間に合いますか。以上です。
北川防災担当参事。はい、ですね、先ほどのご質問なんですけれども、先ほどの答弁でも申し上げました、市民総ぐるみで、市と一体となって、災害に打ち勝つ力を育むためにも、今年度の、松阪市の防災会議にですね、まずは諮りたいと思っております。防災会議につきましてはですね、毎年年度末の開催というふうなところになっておりますので、改定いたします地域防災計画には来年度の位置づけというふうな形になろうかと思います。以上でございます。山本議員。はい、わかりました。じゃあ正式には来年度から実施ということで、これがね、その例えば提言に従って、翌年ぐらいに設定していただければ、例えばその防災の日を中心に防災週間と位置づけで約1週間をね、で家族会議っていうのがやっぱりこの防災を考える一番重要なポイントだと思うんですね。でそこで、今回テーマに挙げているマイタイムライン等をやっぱ家族がしっかり協議する中できっちり決めてもらう、そういう習慣づけをさせるしていただくために防災の日をってなったわけですので、この辺の部分をやっぱり担当部局としてはしっかりね、責任感を持った上で、捉えてほしいなというふうに思います。それではマイタイムラインに本来の質問に入りたいと思います。事前にこう特に台風なんかは襲来の日程が最近の気象庁のそういった情報収集あるいは気象学によると本当に30分先の状況まで分かるような現状になってきているということを考えて、で各市町自治体としても台風の場合タイムラインを設定しながら避難準備あるいは避難勧告指示もある程度近づいてくる中で組めるようになってきたと。でそれと同じ考え方でマイタイムライン、いわゆる私のそういった行動計画というのをこれから推進していくべきだと思うんですが、そこで、大きな市町ではすでにそういう取り組みがなされているところであります。で今手元に私マイタイムラインを作ろうということで、これは実は広島の事例の部分なんですが、ちょっと初眼カメラをお願いできますでしょうか。広島の部分はちょっと割愛しまして、東京の部分を、台風が近づいてきて近づいているという時のいわゆる時系列に沿った行動計画をそれぞれが立てていくというシートですね、計画シート。でこれは台風が直近に近づいている想定 で次は大雨が長引いている時に想定するこういうシート、そして、その他、短時間の急激な豪雨が発生するときと、こういったとりあえず3種類の、ありがとうございます、3種類のカテゴリーで、こういったタイムラインが国土交通省の方で作られています。で、これを本当に速やかに普及していくべきと考えますが、松阪市の答弁を求めていきたいと思います。北川防災担当参事。はい、マイタイムラインについてご質問をいただきました。まずですね、マイタイムラインとは台風や大雨の水害等これから起こるかもしれない災害に対しまして、一人一人の家族構成や地域環境に合わせてあらかじめ時系列で整理した自分自身の避難行動計画のことでございます。いつどこを通ってどこへ避難するかというマイタイムラインを事前に考えておくことは非常に重要と認識しております。本市においてマイタイムラインの普及方法について今後他市の状況等も参考にしながら調査研究してまいりたいと考えております。以上でございます。山本議員。はい、わかりました。しっかり研究していただいてぜひ導入いただけるように、やっぱりそういったこう専門のシートを、しっかり作ってください。
で、それを市民に、あるいはホームページ等からこう正しいね、ダウンロードできるような、でそれをもとに各地でそういったマイタイムラインの作成方法についてのそういった防災訓練も一つの一環として、組み入れていただきたいなというふうに意見をつけておきます。それでは次の項の、防災センター等の設置をということで、テーマを分けさせていただきました。で、防災センター等としているのは、実はまあ教育的な要素、いわゆる伊勢市タイプの防災センターと、で一方備蓄をしたるするそういったセンターの2種類があるんですよね。で、そういうことから等というか部分を付けさせてもらいました。で、この防災センターに入る前に、まずこの最近の風水害の状況を鑑みますと、直近の7月豪雨で、そうもそうでしたが、車中泊がこう増えてきているというのは、コロナの関係があって、通常の避難所では、いわゆる今までの予定のキャパの半分しか収容できないと。で、一方で、この台風10号が特にそうでしたけども、考え方としてホテルに宿泊するのも一つの考え方だという、いわゆる避難所に行くだけが避難ではないという国自体のそういった正式の発表もあることから、で車中泊がこれから増えてくるというふうに見込んでおります。車中泊に関してはもう 2,3 年前の議会で一応質問させていただいて、その方向で予定はしていただいておるところですが、そこで車中泊というと、つきものがエコノミークラス症候群でありますね。で、これの一つの解決方法として、弾性ストッキングという、そういったツールがあるんですが、そういったものをシードして備蓄するお考えというのはあるかどうか。防災担当参事。はい、ですね、議員の方から車中泊でのエコノミークラス症候群を予防するための、弾性ストッキング、別名、着圧ストッキングとも、申し上げます、それをですね、備蓄する考えがないかというふうなご質問でございました。エコノミークラス症候群とはですね、食事や水分を十分に取らない状態で、車などの狭い座席に長時間座っていて体を動かさないと、血行不良により血液が固まりやすくなり、血の塊によって血管が詰まる症状を誘発するという、そういったものでございます。車中泊避難者の健康の対策として、エコノミークラス症候群を予防するための弾性着圧ストッキングの有効性は認識をしております。弾性着圧ストッキングの備蓄につきましては、三重県の備蓄調達基本方針等には現時点では示されておりません。今後示された時点で備蓄をしていきたいと考えております。以上でございます。山本議員。はい、ありがとうございます。それではですね、各避難所に簡易ベッドを、ダンボール式のものですが、備え付けております。で、このコロナの関係できちっとやっぱりこの間隔を取る、あるいは直接その飛沫が床に落ちて、床に毛布ぐらい敷いてると、いわゆる感染の確率が高い、いろんな意味から、あるいはソフィア基準からしても、やはりある程度隣との避難者との距離とか隔離を図っていくために、そういったセパレーションの考え方、あるいはダンボールベッドという部分の購入が全国 で県内でも伊勢市がこの6月の補正予算、7月の購入で、各市町避難所に追加で2セットを整備するという方向性で、入札を完了しておりますが、松阪市において、協定を結んでいるものの、おそらく3、4日ぐらいには提供してもらえると思うんですが、実際、こういった長期、水害等の長期、今の時期ですね、にそれが果たして、あるいは広域の、いや震災となって津波被害の
現場にその本当に3日4日以内にそれが届けられるのかというそういった心配もあるんですが、その辺お考えを示していただければ。その上で、で備蓄ということでいわゆる防災センターとで伊勢市の場合は廃校を利用していると今回購入したのはね、そういうふうにも聞き及んでおりますので、その辺も考えながらご答弁をお願いしたいと思います。北川防災担当参事。はい、失礼いたします。議員の方からですね、段ボールベッドの、まあ、現物備蓄を考えていないのかというふうなご質問でございました。まずですね、各小学校に、まあ、簡易ベッドが、まあ、配備されているんですけども、その簡易ベッドは、まあ、初動対応といたしまして、要配慮者用として、まあ、配備をしてございます。災害が長期化した場合は、災害協定による流通備蓄により、段ボールベッド等の確保をし対応していくことを考えております。また段ボールベッドにつきましては、高齢者等の休息睡眠時におけます寝起きが楽なことや、まあ、身体的負担が軽減、また床から高さが保てるため感染リスクが軽減されるなど、避難者の健康面について、まあ、有益な品物と考えております。しかしですね、保管に場所を取り重量もあり、まあ、移動が容易でないことや保管の状態によってはカビ等の発生も懸念をされます。また感染症予防として使用後に消毒する際、簡易ベッドより時間を要すると課題もあることから、現物備蓄より流通備蓄での対応を考えております。それと続いての質問で、要はその防災の倉庫、防災センター等の、まあ倉庫の部分でございますが、松阪市では、国からの、まあ、プッシュ支援や、流通備蓄を受けれる、物資拠点として、交通の便や、浸水等災害危険箇所を考慮しまして、倉木文化ホールと、嬉野ふるさと会館を指定しております。現物で、備蓄をしているものについては、拠点的な倉庫を設けることも考えられますが、松阪市内の地域は広く、また山間部等の孤立の恐れがある地域や、内水氾濫等で道路が寸断したときのことも想定し、拠点的な避難所となる小中学校を中心に、指定避難所として分散備蓄を行っているところでございます。以上でございます。山本議員。はい、まあ、分散備蓄ということで、災害時、なかなかそこへ搬送していくのが困難な想定もあると。ですので、さらに備蓄すべきだということを先ほど申し上げたそのままなんですけどね、答弁がね。で、まあ、いろいろご事情もあるかと思います。うん、ただ、やはりその本当に3、4日で届けられるのかと。それと高齢者あるいは要支援者っていうのは、その今簡易ベッドが各避難所に2セットでしょ。じゃあ2人以上来ないんですかという、そういう現実的な問題もありますので、その辺再考をいただければというふうに思います。それでは時間の関係で次に進みたいと思います。続きまして、緑のカーテンについて、タイトルがどうした庁舎緑のカーテンということについて質問をしたいと思います。初画カメラをお願いいたします。これはですね、2012年3月23日本庁舎が耐震工事完了して、で、緑のカーテンをその2階3階以上からしていくということで、有感民営さんの記事に載ったものですが、で、当初はこのようにこうきれいにね、緑緑と青々というべきですね、されてたものが、まあ、だんだん年数とともにへたってまいりまして、で実は今年のね、最悪8月状態、これ本当に市役所の表玄関の方から入ってくるとまず目につくのがこの形ね。でこれ実は志摩市から知り合いの議員が松坂に視察に来て、これを見て、あれなんか幽霊屋敷みたいなっていう、そういうふうに驚愕した部分もあります。
で8月、これが8月のね、28日の写真です。で、これも8月28日の写真。で、同じく28日の写真。これは一体どうなってるのか。で、この質問、ありがとうございます。この質問をさせていただいて、通告を出させていただいたら、まあ、そのこうなった理由はお聞かせいただきましたが、ちょっと説明をしていただければ。で、今後これどうするのっていう話なんですか。松野総務長。消費者緑のカーテンについてご質問いただきました。まずはじめに議員がおっしゃったように、その、まさか市役所に訪れてですね、お化け屋敷といいますか、印象を与えましたことについては申し訳なく思っております。で、まず設置の経緯について若干ご説明をさせていただきたいと思いますけれども、先ほど議員にも若干触れていただきましたですが、本庁舎の緑のカーテンにつきましては、平成23年度に実施いたしました、庁舎本館耐震改修工事におきまして、プロポーザルで業者を選定いたしました際にですね、技術提案との中でですね、この内容が含まれておりまして、設置をしてきたということでございます。で、約400本のですね、常緑種4種と、それから約80本のですね、落葉種3種を選定いたしまして、夏はですね、生い茂った葉でですね、太陽の光を遮るというような形で、冬の間につきましては、落葉によりですね、透けた、形で室内に太陽の光が入るような配慮をしておるというところでございます。で、管理につきましてはですね、特に給水というところでは、雨水を利用した自動換水装置でですね、植栽に給水をされておりまして、屋上に雨水貯水タンクがございまして、そこから3階のテラスの雨水利用ポンプタンクユニットの方へ給水を行いまして、タイマー制御でポンプを稼働して換水するというような状況になっております。そしてこの、枯れた原因というところでございます。給水につきましてはですね、自動換水装置のメイン配管からですね、枝分かれした細い換水パイプによりまして、コンテナ内の土壌へ給水する仕組みとなっております。この細い換水パイプの排水口で目詰まりが発生しておりまして、少量しか換水されないということが判明しました。またメイン配管の両側のところの付属品でございますけれども、その付属品の方が正常に作動していなかったというようなことで、水漏れが発生したというようなことが分かりました。このことで8月の猛暑と重なりましてですね、特に8月は枯れてしまったというふうに考えております。で、現在はですね、自動換水装置の応急処置を行いまして、少しずつではございますけれども、新しい芽も出始めております。そしてまた今後、さらに様子を見ながらですね、緑地管理、業務委託業者等々もですね、専門的な意見も聞くなどしてですね、適正な管理に努めてまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。山本議員。はい。分かりました。目詰まりして、機械物ですからね、そういう植物にとって水というのは非常に大事な要素ですので、で全部枯れなくてよかったですね。本当に気づいて修理していただいて、若干、半分も至りませんが、若干残ったと、生き残ったということを考えると、早い時点に対応していただいて。で、あとこの枯れた部分、恒久的に枯れちゃった部分を今後どうするかという部分、また庁内で検討していただければというふうに思います。定期的に点検していきましょう。はい、じゃあよろしくお願いしたいと思います。で、じゃあ次の質問に入ります。鈴の森公園建設予定の文化財収蔵庫について、急遽これ入れさせていただいて、で他の質問がもう時間がカットの中で展開をしておる次第ですが、結論に至るまで、これこっちやな結論に至るまでのいわゆる検討のプロセスについて、時系列的に説明をいただきたいことと、
で公園管理者が、まあ、その部分に参画をしたのはどの瞬間なのか、その辺ちょっとお示しください。内山産業文化部長。はい、検討のプロセスおよびその公園管理者が計画に参画した段階はいつかということについてお答えさせていただきます。まずはですね、平成25年度に長谷川家から土地、建物ともに古文書、書籍、美術工芸品、生活道具類といった数多くの所蔵品が寄贈されました。このうち所蔵資料に関しては寄贈前の平成20年度から進めていた長谷川家資料調査により、資料は江戸時代以来の商人の姿を現在に伝える貴重なものであり、8万点以上にも及ぶ膨大なものであることが分かってまいりました。旧長谷川家資料は江戸時代から300年以上続く商家の商号資料のほか、古文書、美術工芸品、生活道具類等であり、いずれも文化財としては高い価値があるものでと考えられています。現在、これらは旧長谷川次郎兵衛家の5つの蔵などに収蔵されておりますが、本来、こういった文化財資料は、適切な温度と湿度の管理が可能な環境で収蔵することが望ましいものです。文化財資料の保存における適正な温度につきましては、22度。湿度は 55% とされていますが、旧長谷川次郎兵衛家の蔵の中の温度は、まあ、夏場最高では33度、冬場のまあ最低では7度、湿度につきましては年間を通じて 60% から 90% となっており、文化財の資料にとって良好な状況であるとは言えません。平成25年11月から平成30年3月まで設置された長谷川家の文化財専門委員会においてもこのことは指摘されており、今ある場所で保存するのであれば必ずしも保存するのは必ずしもいいものとは言えない。どう保存していくかということになると収蔵庫が当然あってよいというようなご意見をいただき、当面いただいておりましたが、当面は蔵に収蔵するものとして別途収蔵庫は必要ではないかというようなご意見をいただきました。また蔵内部の公開など施設をさらに有効活用を進めていくためには、蔵に収蔵されている文化財資料を旧長谷川次郎兵衛家以外の場所に移すことが必要と考えました。このことについても長谷川家文化財専門委員会でお客様のためには、やはり他に収蔵施設がないといけないというようなご意見もいただいております。また旧長谷川家の資料以外にも市が所有し文化財指定されている古文書や美術工芸品、寄贈された絵画などが郷土資料室の保管庫や市の倉庫など数箇所に、保管していることから、これらについても適切な環境で収蔵することができる場所を確保する必要性もありました。以上のように松阪市は文化財資料や絵画の所有者管理者として資料を大切にし、保存活用を適切に進めていきたいという考えから、文化財の収蔵庫が必要と判断いたしました。文化財収蔵庫の建設場所に関しましては、当初旧長谷川家資料の収蔵が念頭にあったことから、旧長谷川次郎兵衛家に隣接した場所で検討を始めました。しかし旧長谷川次郎兵衛家の近接地は、旧長谷川次郎兵衛家の保存と活用のために今後必要となる大規模修理の用地として確保する必要があります。また文化財資料の適切な保存管理の観点からは、必ずしも旧長谷川次郎兵衛家に設置している必要はなく、むしろ文化財と適切に管理できるよう体制の整っている場所であることが、あることを優先すべきだと考えました。文化財の適切な管理するためには、文化財にとって適切な保存環境を維持するべく、収蔵庫内の温度、湿度や有毒ガスなどの空気環境を測定し、監視するとともに、異常が発生した場合には早期発見と速やかな対応ができる人的配置などの体制が必要です。現在、松阪市が管理運営する施設のうち、このような体制が整っているのは、
文化財センターと松浦武四郎記念館の2か所です。このうち文化財センターは旧長谷川次郎兵衛駅からそれほど離れておらず、また埴輪や土器だけでなく 木製品や金属製品、絵画などさまざまな種類の文化財を保存管理し展示公開を行う博物館施設です。埴輪館の隣接に新しい収蔵庫が建設されれば、収蔵資料の適切な保存管理だけでなく展示環境の整った埴輪館展示室での展示が容易になるという利点もあると判断いたしました。このようなことから新しい収蔵庫は旧長谷川家次郎兵衛家からそれほど離れておらず、文化財担当職員が常駐し体制が整っている文化財センターと一体的に管理することが適当であると判断し、文化財センター埴輪館の隣接地に、建設を予定いたしました。また文化財資料に対する防災の観点からも、特に水害については建設場所と密接な関係があるため検討いたしました。当時の洪水ハザードマップでは、旧長谷川次郎兵衛家と文化財センターの浸水の深さはいずれも 0.5 メートル未満でしたが、現在のハザードマップでは旧長谷川次郎兵衛家の近接地の浸水の深さは 1メートルから3メートル未満であるのに対し、文化財センター埴輪館の隣接地の浸水の深さは 0.5 メートルから1メートル未満に区分されております。施設に浸水対策を施すとしても、水害にかかる観点から優れている場所だと、より優れている場所だと言えると思っております。なお建設場所の判断は平成28年度後半から29年度の前半にかけて内部の協議を行いました。公園管理者である建設部土木課とはこの頃から協議を行っておりましたが、平成29年度の文化財収蔵庫建設に伴う基本計画案の作成にあたっては、埴輪館隣接地を建設予定地として改めて土木課と協議を行い、都市公園法上の規制や公園の機能管理上の検討を行い、公園内への建設が可能であるということを確認いたしました。以上でございます。山本議員。はい、背景の説明をいただきました。ありがとうございます。いわゆる浸水の部分でもやっぱり大きな差異があるということを今認識させていただきました。で、300年の歴史の中で、長谷川邸に関しては、8万点に及ぶ文化財、8万点すべて1点1点が世界に1つしかない文化財ですよね。そういう部分をきちっと収蔵していくためには、それなりの検討をしていただいて現在に至ったというふうに背景を推察させていただきました。で、公園管理者の方に聞かせていただきたいんですが、この決定してから現在に至るまで、あるいは本年当初予算に上程するにあたって、そこをフィールドとするいわゆる活動団体があるというのはご認識いただいていたのでしょうか。で、例えばですね、3年前にちょっと問題になりましたマームへの松坂公民館の移転で、公民館というのは当然そのサークル的に登録をしていただいて、でその登録で、日程調整しながらサークル活動を展開していくと。でそういった貸し館業務、あるいはそういうサークルの登録者からすると、法的には、一つの契約というふうに位置づけられますが、この不特定多数を、ね、対象とした公園という部分に、そういった団体がいらっしゃったという部分は、基本的に法的にはどのような位置づけになるのか、ご答弁いただけるとありがたいです。伊藤建設部長。はい、建設予定地を活動のフィールドとしとった団体があるということが、知っていたかというようなことでございますけれども、そのような団体の方々に
につきましては、公園という性質上、一般の、公園の利用者というような認識は、ございましたですけれども、団体の方々がどのような活動をされているのか、日時とか人数とか場所など、詳細な内容までを認識を、しているものではございません。また、契約関係にあった場合、不特定多数が利用する公園について、マームの移転とか、そういうような、ものも含めまして、法的な、何らかそういうような説明責任があるのかというようなところでございますが、都市公園の改修であるとか、施設整備工事など、そのようなものを行う場合は、公園管理者の説明責任があるのかどうかと、そういうようなことを踏まえて、ちょっとご回答させていただきたいと思います。今回の、文化財の収蔵庫を建設する場合につきましては、鈴の森公園の一部のエリアの、形質変更でございまして、大規模なものではございません。また、公園そのものの機能や役割を変える行為でもございません。法的にというようなことも、議員おっしゃられましたものですから、都市公園法上、こういうような施設の建設についてはですね、特に問題はないというふうに考えております。工事に際しまして、公園利用者に危険が及ばないような安全な施工を求めてまいりたいと、そういうようなふうに考えておるところでございます。以上、答弁とさせていただきます。山本議員。はい、分かりました。説明責任は、特にその狭い範囲でをフィールドとしながら、特定の団体への説明はとりあえずはないと、法的にはね、ということを確認させていただきました。まだ設計まで至っておりませんが、今のところの見込みは、当該地の水路、あるいは池、こういう部分に対する、いわゆる影響はどのようにお考えか。でかつ、その周辺予定地の樹木の取り扱い、その辺が建設後、いわゆる景観に配慮した植栽になりうるのか、そういった計画があればお願いしたいと思います。で、東屋を取り壊すとあって、でその後、その近くにそういった東屋の代替えというか、やっぱり東屋の位置づけというのは、休息という視点でいくと大事な施設だと思ってますので、その辺のお考え、それと手洗い場も同時になくなるというふうに聞き及んでおりますが、その辺の取り扱いについてお示しください。内山産業文化部長。はい、建設予定地には、鈴の森公園の小川や、メダカ池というのが隣接していることから、設計にあたっては、これらに影響を及ぼさないように、収蔵庫の位置は小川やメダカ池の外側にある防水シートからも距離を取るように計画しております。また、園路の付け替えや樹木の撤去等を必要としますが、園路は小川やメダカ池に沿って散策できるように付け替えるということと、樹木につきましても可能な限り移植を行うことで検討しております。建設予定地になります、先ほどありました水の山につきましては、撤去が必要なことから、近くに移設する、近くに移設する予定、計画でございます。また、東屋でございますが、こちらも撤去が必要でございます。建設場所につきましては、適切な場所へですね、新たに新設という形の方で検討していきたいと思っております。現在、市民に親しまれている鈴の森公園の樹木、文化財センターのギャラリーと、埴輪館が一体となった、景観との調和もですね、重視しながら文化財収蔵庫の配置や形状、外観の設計を進めてまいりたいと、そのように考えております。山本議員。
はい、分かりました。まあ、影響もないと、それで、東屋と手洗い場、水場ですね、それは代替のものをきっちりとその近くに設置を計画をしているということを確認させていただきました。じゃあ最後にですね、この法的には説明責任はないとしつつも、やはりそこの建設予定地を利用する団体さんが存在したことが判明しましたので、心情的には何らかのこう説明という機会を持つべきと思うのですが、その辺お考えをお聞かせください。はい、内山産業文化部長。はい、まあ、説明につきましては、まあ、利用団体の方からですね、ご要望がありましたらそれに応じたいと思っております。まあ、実際にですね、現在その対応を行っているところでございます。以上です。山本議員。はい、ありがとうございます。それではこの講話終了させていただいて、最後の自殺対策について、お尋ねしたいと思います。直近、昨日のニュースでしたか、今朝のニュースでしたか、本年8月だけの自殺者が1000人を超えていると。で、愛知県で116名、まあ、勝ってない増加だと言われています。これは背景にコロナうつの関係があると言われておるんですが、でこの辺で、穏やかに松阪市も自殺者が減少している背景でありますけども、このコロナの関係のうつで自殺者の要因的には一つの理由では要因では自殺まで至らないと。で、3つ4つぐらいが重なってついに自殺というふうになってしまう。で特にうつに関してはこれは基本的にはいろんな要因があってうつになるということですので、この辺のですね、うつの増加に関して松阪市はどのように変化をしてきているか、現在まで。で、その辺でどのような体制を取ってチェックをしていくか、ちょっとお考えをお示しいただければと思います。村林環境生活部長。今、議員、申されましたように、まあ、自殺における、まあ、原因や動機につきましては、さまざまな、まあ、要因が複合的に絡み合っており、直接的な要因としては、うつ状態が多いものの、その状態に至るまでは、複数の要因が存在して、連鎖しているというふうに言われております。松阪市におきましては、誰もまあ自殺に追い込まれることのない松阪市の実現を目指しまして、まあいろんな見守りとかネットワークの強化を図るとかいうことで、自殺対策に今関心を持っていただく人の裾野を広げていくことは大事だと思っておりますが、先ほど申されましたように、やはりうつ、コロナに伴います、そういうふうなうつの状態に、なるというふうなことがやはり心配されるところでございますので、その辺の状況についてはしっかりと注視していきたいというふうに思っているところでございます。以上でございます。山本議員。はい、おそらく全国に習って増加の傾向が見えてくると思いますので、こう本当に注意を払っていただきたいというふうに思います。で、三重県としましてね、平成23年から27年まで目標数値として2万人をめどに、いわゆるメンタルパートナーの養成講座というのを開設してきましたね。で、それとと同時に、いわゆる指導者レベルの養成講座も行ってまいりまして、で目標の2万を平成27年に達成、3万3000まで行きました。で、その後はこれといって松阪市においても、いわゆる養成講座的な要素のそういった講座は開いてはおらないが、出前講座等で、まあ、そういった自殺対策のためのいう講習研修会みたいなのは開いていただいておるんですが、このね、ちょうど時をが符合するように、その要請が全国、いわゆる全国的にはゲートキーパーという名称ですが、
これを要請するようになってから、正直な話、自殺者が減ってきてますよね。で、この部分で担当部局として、こういった、まあ、三重県版でいうメンタルパートナー、こういった養成講座の必要性というのをどのように感じていらっしゃるか、お答えいただければ。村林環境生活部長。メンタルパートナーの役割と、その存在意義ということで、お答えをさせていただきたいと思います。メンタルパートナーとは、自殺予防について、正しい知識を持ち、家族、友人、地域、職場等の身近な人の変化に気づき、自殺の危険性のある人、悩んでいる人を相談窓口の方へつないでいくというふうな、そういうふうな見守っていただく方のことでございます。松阪市の自殺対策の推進計画の基本施策の一つでもあります。自殺対策を支える人材の育成に基づき、自殺対策を推進する上で、欠かすことのできない基盤的な取り組みの一つであり、自殺予防を図るために重要で大切な存在であるというふうに思っているところでございます。以上でございます。山本議員。ありがとうございます。じゃあメンタルパートナーという位置づけ、そういった方々の存在というのが、この自殺が減少している部分に寄与するとともに、その部分を担当部局としては重要視をしていらっしゃるということが確認をされました。で、そこでですね、全国的にはまだゲートキーパーというのは要請しているところはしているんですよね。で、養成講座という名前のもとに要請をしているわけではない松阪ですが、やはりその辺の効果というのを検証したときに、やはりそれなりの有効効果が出てるわけですので、今おっしゃったようにね。で、これを継続して、またこれ、新規にですね、そういった講習会を設けて、きっちりと裾野をさらにさらに広げる、そして広げた部分で、さらに専門的な、指導者レベルの、そういった方々の要請というのを、考えていくべきではないかというふうに思っているんです。で、そこでちょっと諸外カメラをお願いしたいんですが、メンタルヘルスファーストエイド、略して、MHFA という。で、これが実はオーストラリアで2000年に開発されたプログラム、教育プログラムですね。で、これを日本が取り入れたのが、北九州大学が最初で研究のチームを組んで、で、そこから日本版の形を構築されて、2007年から徐々に普及をしていると。で、これが結構効果を上げているというのが、ここ最近いろんな形で、検証されてきているものでありますが、要は専門家という言葉を使っていいのかどうか知りませんけど、一方でやっぱ裾野を開く、広げるという意味で、いわゆる発見のアンテナを多く持ちましょうということから、いわゆる特にうつですね、そういうことから自身に至らないような、そういう本人が激励するんではなくって、いわゆる専門家につないでいくような、そういう仕組み作りをしていきましょうという考え方なんですが、で、そこで重要な理由として、通念や誤解がこうある自殺される方へのそういった概念がありますけども、例えば誤解をされている部分としてですね、精神疾患のある人は危険だとか、あるいは自分の意思でメンタルヘルスの問題から抜け出すことができるとか、いわゆる自分の問題やと、弱い人がメンタルヘルスの問題を持つ等々があるという、これは明らかに誤解ですので、そういった誤解をきちっと解いていくためにも、こういった専門的なプログラムできっちりと検証をされていかれたらどうでしょうか。
時間がないです宮崎環境生活部長。メンタルヘルスのファーストエイドにつきましては、厚生労働省の方におきましてもゲートキーパーのプログラムの方に取り入れられて、進められておるということも認識しておりますので、私どもが今進めております自殺対策の方にも今後参考にさせていただきたいというのを思っておるところでございます。以上でございます。山本議員。はい、時間が来ました。よろしくお願いしたいと思います。以上です。